タクシーメーター。タクシーメーターは、タクシーやハイヤーに設置される機器の名称である。走行距離や時間に応じて周知すべき運賃や、料金を自動的に計算し表示する機能を持つ。かつて日本の法律用語では、タクシーメーターと呼ばれたが、現行の計量関係法令においては、タクシーメーターの表現で統一されている。特段の断りのない限り、本校は、 日本国内におけるタクシーメーターについての説明である。日本のタクシーにおいては法律でその設置が義務付けられている。スイッチを操作することで自動的に運賃の計算が始まり、運賃が表示される。支払いボタン、またはスイッチ、口実を操作するまで動作し続け、空車ボタン、またはスイッチを操作することで運賃表示がリセットされる。また、 基本機能として、営業キロ、実車キロ、発乗回数、その後回数、加算料金が加算された回数などもカウントされており、タクシー運転手、主に法人タクシーが運賃を着服できないよう、なっている。通常、実空車表示器、スーパーサインと連動しており、空車の状態で、メーターの沈騒スイッチを入れると、しかるべく表示が自動で切り替わる。また、地域差があるが、 タクシー待ちの客が外から容易に判別できるよう、車名表示等、アンドンも自動的に消灯する、沈送時消灯、一部を除く、首都圏など、車名表示等や日本のタクシーも参照されたい。メーターにあらかじめタイヤ1回転あたりの走行距離が入力されており、タイヤの回転数を検出することで、距離計算を行う。日本のタクシーメーターは、 ほとんどの地域で時間距離併用式となっていため、たとえ渋滞で車が全く進まない場合でも、一定の時間ごとに料金が上がる。また、ハイヤーにもメーターはついている。乗客がタクシーに乗り込み、走り出す際や目的に到着した時などに操作する。現在は、ほとんどのタクシーメーターが、ボタン式で機種により操作確認音を発するものもある。また、 夜間の操作性向上のため、ヘッドライト操作スイッチと連動して、ボタンのバックライトも点灯する機種が多い。かつてのタクシーメーターは、機械式であり、レバー式の操作スイッチが主流であった。タクシー事業者やメーターの事業者によって異なるため、主なボタン、スイッチ位置のみ列記する。また、操作については、ボタン式のタクシーメーターを前提とした説明とする。 客扱いをする上で操作すべきボタンは概ね以上で、あるが、その他、乗務員が日経、水揚げや走行距離などを確認するためのボタンもついている。また、スーパーサインを操作するための貸切ボタンなどがメーターに実装されている場合もある。メーカーにより差はあるが、日本のタクシーに装備されているメーターは概ね画面に以下のものを表示する。主に、 領収書の発行に利用する。支払い表示時にボタンを押すと領収書が発行される。設定によりボタンを押さなくても自動的に発行されるものも存在する。また、データ表示内容の印字も可能で、納金時に印字された内容を添えて事務所に納金することが義務付けられているタクシー、事業者も存在する。プリンターを内蔵したタクシーメーターも販売されている。 印字方法は、ドットインパクト式か、サーマル式が主流である。タクシーメーターとは別に設置される機械で、タクシーメーターが表示する運賃に加算、割引がある場合、その内容を計算し、タクシーメーターの料金と合計して表示する。通常は、タクシーメーターと連動して、メーター料金が表示されている。具体的には、加算が、早朝割増し、車種指定割増し、 利用者負担の有料道路通行量などで割引が身体障害者割引などである。この機器が接続されている場合、プリンターは通常こちらに接続する。クレジットカード、エディ、スイカ電子マネーなどの決済装置を接続することができる機種もある。スーパーサインの制御信号のほか、プリンター端子のほか、ETC、無線タクシー配車システムタコグラフなどに空車化。 実写化の情報を提供するための外部出力端子がついているものが多い。タクシーメーターは計量法の規定により1年ごとに検定を受けなければならない。検定を受ける場所は都道府県が指定したタクシーメーター検査所である都道府県の計量検定所、計量単価の,価の施設内にあるのが通例。検定済みのメーターは鉛玉で封印され故意に封印を解くことは 犯罪となる。検定期限切れに対する取り締まりは、タクシー事業者を管轄する、都道府県もしくは軽量特定士が行う。一斉に営業地区の料金が改定された場合などは、メーカーに出向いて調整した後、検査所に持ち込んで仮検定をする。これは、短い有効期限を条件に封印してもらうわけで、通常はその後に本検定を実施しなければならない。 検定では、基準機による厳密な基礎検査を行っているので、メーターごとの個体差などは、ほとんどない。しかし、二次的な要因、例えばタクシー会社が冬場にタイヤを、スタッドレスタイヤに、一斉交換でなどのために誤差が発生する場合もある。ただし、あくまでも検定において許される交差の範囲内に、収まることが前提であり、異なる規格のタイヤへの意図的な交換は、 軽量法違反となる場合がある。タクシーメーター使用にまつわる以下の行為は、故意、過失を問わず違法となる。メーターを使用しないで客扱いをすること。メーターを使用しないで客扱いをすることは、通常の商売であれば、商品の横流しや、闇取引のようなものであるため、現に今められている。もしも、国土交通省や地方運輸局に発覚した場合、 たとえ不注意であったとしても、行政処分を受ける。なお、業界では、年配の乗務員を中心に、メーター不当という言い方もある。1980年代前半頃まで使われていた、機械式メーターでは、メーター本体やダッシュボード上に、空車表示板、赤字に白木の空車表記を兼ねた、レバー、腕やスイッチがあり、沈掃時に、これを横倒しにする。 外から見えなくすることでメーターを作動させていた。そのため、メーターを作動させることを、メーターを倒すといった。すなわち、メーター不当とは、タクシーメーターを使用しないという、ぼったくりの意味である。また、同様の意味で、原骨、関東地方でよく使われるや、煙突、関西地方をはじめ全国という因語もある。語源は、原骨は倒しておらず。 立てたままの空車表示が、原骨に言えることから、煙突は、煙の素通りから不参入のい、あるいは、表示板が立った様を煙突に見立てた、倒していない、空車表示を隠すため空き缶、タバコの缶入りピースなどを被せた様が煙柱が、立っている状態、イコール煙突である、などの説がある。神戸などでは、トンボと呼ばれている。夜間23時、地区によっては22時から、 翌朝の5時までは割増料金を周知することになっているが、この時間帯以外で割増ボタンを操作することは違法である。名ー不当と同様、当局に発覚すれば処分を受ける。なお、逆に割増時間帯にボタンを操作しなかった場合も、やはり違法となる。拘束は、鎮鎖と異なり、もっぱら距離のみで料金を計測するモードである。別の言い方をすると、 時間制運賃加算をしないという意味であり、支払いボタンとほぼ同様の機能である。タクシーが高速道路を使用している間は、鎮装から高速へ切り替えなければならないという決まりがある。高速道路上では客に他の交通機関を選択する余地がないため、渋滞があっても時間制運賃を加算してはならないという趣旨である。高速道路を出たら元に戻す。 またすべての有料道路ということではなく、例えば、神奈川県内であれば、横浜新道等が適用外であり、有料道路ではない、保土ヶ谷バイパスは適用、高速ボタンを押すである。なお、高速ボタンが装備される前は、支払いボタンで代用していたが、支払いは深夜割増しに対応していない機能だったため、乗務員は深夜の高速走行中に、支払いと割増しを、 ガチャガチャと切り替えるなど、危険もあり、評判が悪かった。年末の繁忙期など、客の選別、乗車拒否をする目的で、無線配車などされていないのに、ゲイボタンを操作すること。サインに、ゲイを掲示して、一般客の乗車申し込みを断る。一方、長距離客などと交渉するために一目散に、繁華街に向かう手段とする。また、同様の意図でサインを、 改装にする、偽装改装もあるが、どちらの行為も違法行為として、行政処分の対象となる。古沢民三郎、茨城県出身、大阪府大阪市港区に移り住み、会社を設立。後にタクシーメーターを開発する。特許取得放棄。妻の千代との間に、四人の子供に恵まれる。一女、三男。日本のタクシーメーターの製造メーカーは、 下記後社である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。